実はね、マトリョーショカは、遠い国から来たんだけど、遠いマトリョーショカから来たんだけど、誰も関係ないし、早くそれを名前すれば。だからね、もうすぐ、ぐらいの存在が、もう、そしたら少なくなっていくのか、むしろ多くなっていくのかっていうのが別の問題なんですね。基本、そもそも最初、AI って言われたから、大和民族系だったはずなんですけど、それを教育するようになんていう、別に帰ればっていうだけ、それなしになったら、海面信号の高速の不自身のマトリョーショカ帰れますから行きつけないんでね。で、じゃあ意味付けのソリューションから行くわっていう、意味付けのソリューションはすごい古いわけ。ヤマト系のソリューションは遠いわけ。縦軸、横軸の違いね。それでちなみにヤマト民族のマトリョーショカと、その、大和民族の人にマトリョーショカ、エミシ民族、逆に、うちら、エミシ民族、大和民族のマトリョーショカを目指していったら、聞いたら、そのマトリョーショカは、エミシ民族で、自分が大和民族になっているんだ。これも、代表の説明、マトリョーショカの代表の説明。